はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マイナポイントとは、マイナンバーカードを使って、マイキー ID の発行方法や5000円還元までの流れを徹底解説ということで、今回はここ最近話題になっているマイナポイントについてですね。この動画では、マイナポイントについての解説、そして実際にですね、マイキー ID などの発行も僕自身が行ってみました。で、実際の画面をですね、交えながらお伝えするので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速、こちらから入っていこうと思います。マイナンバーカードでマイナポイントを上限5000円分がもらえるということですね。まあ、これまでですね、僕もちょくちょく動画でお伝えさせていただいてたんですけども、今回はその中身にグッと入っていこうと思います。で、このマイナポイントの目的なんですけども、改めておさらいなんですが、まずやる目的3つございます。消費の活性化、そしてマイナンバーカードの普及促進、あとはキャッシュレス決済の普及という、この大きく3つになっております。 で、主な日程なんですけども、まあ、すでにもう始まってはいるんですが、今始まっているのは2020年7月の1日より予約が開始ということになります。で、その次に2020年の9月の1日よりポイントフ与ーの開始が始まるので、今、今の段階ではとりあえず予約だけが今スタートしているということですね。まあ、どれの決済方法を使おうかなとか、まあ、そういった感じの期間となっております。で、そのトータルの期間として2021年の3月の31日、これで終了ということになりますね。 で、次に、このマイナポイントを上限5000円分もらうために必要なものということで、大きく3つございます。まず1つ目、こちら2万円というふうに書いてるんですけども、これはまあ2万円必須なわけじゃないんですが、とりあえずこの上限5000円分25%還元を受けるためには、2万円分がまあ必要となります。 もちろん上限マックスまで入金しなくてもいいんですけどももし上限の5000円までもらうときは2万円準備いただくということですね次2つ目にマイナンバーカードプラス暗証番号ということですねこれはもうマイナンバーカードを作成された方であればですね、まあ、受け取るときに4桁の暗証番号とかそういった暗証番号を設定されたと思うのでその暗証番号ということになりますちなみにあのペラペラの紙タイプのです、ね、通知カードは利用不可となっておりますのでここはお気をつけくださいあくまでもカードタイプのマイナンバーカードが必要となります そして3つ目ですね。ここ重要となってきます。キャッシュレス決済サービスということで、今回はですね、まあ、簡単にだけしかこの部分はお伝えしないんですけども、まあ例えばそのスマホ決済であれば、PayPay ペイペイとかメルペイとか AUPay とかそういったものですね。電子マネーであれば Suica とかそういったものが、今回どれか1つが必要となってきます。この3つを準備した上で、このマイナポイントを受けることができるということですね。 で、ざっとですね、まあ、僕の方でマイナポイントの流れ、こんな風に3つ大きく分けております。で、今回これに沿ってですね、それぞれしっかりとお伝えをしていこうと思います。で、まず1つ目ですね、ここマイナンバーカード取得ということで、ま、すでにですね、もう取得されてる方であればもう全然問題ないんですけども、改めてまだマイナンバーカードですね、発行されてない方に向けて簡単にお伝えをします。で、マイナンバーカード取得方法大きく4つございます。まず1つ目はスマートフォンですね。まあ、スマートフォンから申請して、 ま、近くの役場であったりとか、区役所とかそういったところで受け取ると。もしくはパソコンで申請したりですとか、あとはですね、街中の証明写真機ということで、これどういったかとかと言いますと、 まあ結構ですね、コンビニの近くとかで、まあこういった証明写真の、まあ機械を見たことがあると思うんですが、なんとですね、これで申請書を持っていけば、これでですね、QR コードをかざして写真撮影して、あとはデータを送信したらですね、なんとこれでマイナンバーカードの申請が、この機械で行うことができるんですよね。これ僕、全然知らなかったんですけども、もしですね、まだトライされたことない方はですね、こういった方法もあるという感じに覚えていただければと思います。 そしてもう一つ四つ目は郵便による申請ということですね。で、今回ですね、僕自身はこのスマートフォンを使って申請していました。で、その時ですね、僕はもともとこの通知カードを持ってたんですけども、もしその通知カードを持ってる方でまだマイナンバーカード発行されてない方ですね、ここチェックしていただきたいんですが、まずスマートフォンで発行する場合は、今赤枠で囲われてるとこですね、ここにご自身の情報がそれぞれ出ていてる状態であれば、スマートフォンですぐに発行ができます。 ですが、ここ注意点ですね。ここ、アスタリスクの場合は、スマホから申請不可ということなんですけども、まあ、このアスタリスクになっている場合っていうのは、まあ、この通知カードをなくして、また再発行された方であれば、まあ、こういったアスタリスクになっている可能性があるので、まあ、この場合はスマートフォンから申請ができませんので、そういった場合は他のまあ郵送でのそういった方法であったりとか、別の方法を試していただくという流れになります。なので、もしですね、発行されてない方、もし通知カードから発行される場合は、ぜひですね、ここチェックしてみてください。で、僕の場合なんですけど、スマートフォンで 申請ししたた後にに、まあ、約1ヶ月ぐらいでですね自宅にハガキが届きましたでその時にハガキにはあなたの、まあ、マイナンバーカードが届いてますぜひ取り来てください的なハガキが届いてたのでなのでそこの自分が住んでる近くの区役所にですねそのハガキを持ってあとはその区役所で受け取ることができるという流れになります、まあ、トータルでほんと1ヶ月ほどぐらいで届きましたね 以上がマイナンバーカードの取得方法についてでした。次二つ目、マイナポイントを予約というところなんですけども、今回のこの本題のところですね。まずこのマイナポイントの予約方法というのが3つございます。まあ、上から見ていただいたらわかるように、スマートフォン、iPhone とか Android でできたりですとか、あとパソコンですね。その場合、パソコンで行う場合は IC カードリーダーライターというマイナンバーカードを読み込むための機械が必要となるので、もしそれをお持ちであればパソコンからでも申請は可能となります。 あともう一つですね、まあこれに該当せず、まあスマートフォンであったりとかパソコンを持ってない場合は、全国各地にある約9万箇所の支援端末というものがですね、まあいろんなところにあるので、 まあもしちょっとやり方わからないなっていう方がいらっしゃればこういった方法も使えばいいかなと思いますちなみに該当するですね全国9万箇所の支援端末なんですけども今上に出てるようなマイナポイントのマークが入ってるようなお店であれば申し込みができるというものになります、まあ、イオンであったりとかドコモショップ au ショップソフトバンクワオモバイルショップローソンセブンイレブン、水保銀行ヤマ電機グループビッグカメラグループというようなこういったところでマイナポイントを の申し込みができたりもします。で、僕自身はですね、今回このスマートフォンを使ってマイナポイントの予約を実際に行っていましたので、まだちょっとされてない方はですね、どんな風な流れになるのか、なんとなくこう把握していただければと思います。まず今回使うのが、マイナポイントのアプリをインストールしていただく必要があるんですけども、もし iPhone で行う方の場合ですね、まあ対応端末、NFC 端末が必要となるんですが、iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, 10S, 10S Max, 11, 11 Pro というこれらの端末じゃないと申し込みができません。なので iPhone6 とか iPhone5 であればこのマイナポイントに対応してませんのでここはお気をつけください。あくまでも NFC 端末っていう感じかなというふうに思います。 Android も同様になるので、ちょっとここここにはは出ししてててないいんですけどもぜひここはあの公式ページをチェックしてみてくださいで早速ですね、僕もマイナポイントのアプリ入れてみました。で、実際に開くとこんな画面が出てきます。マイナポイント、システムメンテナンス情報とまあいろんな情報が出てくるんですけども、まず予約する場合はですね、この画面の下に下がっていただきまして、で、ご覧のようなページが出てきます。 で、真ん中の方に初めての方はこちらというところがあるので、ここで黄色い枠に入っているマイナポイントの予約、マイキー ID の発行というものを今回は行います。そうするとですね、マイナポイントの予約の画面に切り替わります。ここで次へ進むをタップしていただいて、で、次にですね、読み取り開始の画面が出てきます。で、その際にご自身がですね、持っているマイナンバーカードをここでご準備してください。で、準備できた段階で読み取り開始をタップしていただいて、 そしたら次にパスワード入力の画面になります。まあ、公的個人認証サービスということで、ここでご自身がマイナンバーカードで設定した数字4桁の番号をですね、ここに入力をしていただきます。まあ、結構ですね、この番号自体は最初の頃に決めたとかでなかなかわからないっていう方も中にはいらっしゃる場合もあるので、その場合はですね、ご自身でちゃんとチェックしていただいた上で、パスワードの入力をお願いします。 で、ここで入力をしていただいて、そうすると、やっとここでスキャンの準備ができましたと表示がされます。マイナンバーカードをセットしてくださいということで、左上のようなマイナンバーカードですね。これを準備していただいて、で、うまくかざして読み込むことができましたら、青いチェックが入って、マイナンバーカードの読み取りが完了しましたという風うに出ります。これであればもうバッチリですね。そうすると、真ん中の方に出てるように、パスワードの確認に成功しました。以下の発行ボタンを押すことで、マイナポイントの予約が完了となりますということで、 ここで発行をタップします。で、マイナポイントの予約を確定してもよろしいですかっていうことで、ここでも OK をタップしてください。これで先ほどちょっとお伝えしたマイキー ID の発行がこれで完了となります。でですね、まあ、ここですぐに申し込みに移ってもいいんですが、ちょっとここはですね、まあ僕の場合は一旦ちょっと止まります。その理由はちょっと後ほどお伝えします。で、念のためですね、まあ、確認のため、マイキー ID が発行されたかどうか予約ができたかどうか確認したいので、マイキープラットフォームトップへっていうところをタップしていただいたら、 ま、ご覧のようにですね、申し込み状況紹介ということで、あなたはマイナポイントの申し込みが可能ですという風になっておりまして、申し込み状況は未申し込み、そしてマイナポイント不要上限は5000円という風に出ています。一応これでマイナポイントの予約がこれで完了ということですね。次にここのマイナポイントの申し込みというのが3番目になります。で、まだこの申し込み自体は僕自身行わないんですけども、途中までどんな画面かちょっと見たかったので、この申し込みへというところですね、タップしたら、ご覧のような画面に切り替わります。ま、利用者マイページということで、 まあここでですね、今回マイナポイントで使いたい決済サービスを1つ選択するということになります。で、ちょっと前のですね、動画でもお伝えしたんですけども、決済サービス、今回対応してる決済サービス、結構いろいろあったりします。例えば電子マネーであったりしたら、Suica であったりとか、楽天エディとか、他にも PASMO とかニモとか、ニモカかとか、スゴカかとか、そういったものも入ります。ワンオンもとか n a n c o もそうですね。で、プリペイドカードであれば、VISA プリペイドカードのキャッシュであったりとか、ゆうちょが提供するミ i カであったりとか、あとはバンドルカードとかそういったところですかね。で、QR コード決済ですね。 でこれ僕よく動画でお伝えしてる QR コード決済なんですけども、PayPay ペペをはじめとして、まあ、ファミペイ、メルペイ、l p a y u p a y みんな大好き、ゆうちょペイ、p a y D 払い、j コインペ p a y ペイ、ラインペイ LinePay、こんな感じですかね。で、クレジットカードも意外と入ってます。まあ、三井住友カードであったりとか、D カードとか、そして楽天カードとか、イオンカードとか、そういったところも入ってますね。あとはデビットカードも入ってます。ジャパネット銀行とか、三井住友銀行であったりとか、イオン銀行とか、そういった感じですね。 でここではいろ検索していただいて一つご自身が好きなものを選んでいただくという流れになります。ですがちょっと僕はですね、ここはあえて選ばず一旦ちょっとここでストップします。もちろんこのまま申し込み始めていただいても結構です。 ま、その理由も含めてですね、注意点とまとめ、ちょっとお伝えしていこうと思うんですけども、まずこの一つ目の注意点として、決済サービスの登録を変更不可ということで、まずですね、ちょっと登録したくない理由がこれが一つとして、ま、後々ですね、登録した後に変更してもいいのかなと思ったんですけども、注意書きにも書いてるんですが、とりあえず例えば PayPay ペイペイっていうのを今選んだら、後々変更することができないので、ちょっとそれはですね、今のところ今我慢してるという感じなんですよね。 っていうのもですね、各社今、キャンペーンが発表途中っていう感じなので、まあこれはですね、また別の動画でお伝えをしようかなというふうに思ってるんですが、まあ例えば PayPay ペだペったりとか、メルペイとか、aupay だったりとか、まあいろんなスマホ決済であったりとか、そういったところがいろんなキャンペーンを今出してる途中なので、それが出尽くした段階で、決済サービスをちょっと選択しようかなと思っております。まあもちろんですね、この動画を見てくださってる方でもうすでに 申し込みしましたとか僕はこれしました私はこれしましたっていうのは全然それは OK なんですけども、まあ、僕はもうちょっと我慢しようかなと思っております。 であともう一つですね、開始は9月から今予約だけということで、そうなんですよ。まあ、とりあえずまだ9月まで期間があるので、まあ、もう少しちょっと様子見ようかなっていう感じです。なので今回の今の動画みたいに、とりあえず予約だけは今完了してるということですね。で、最後4つ目はマイナンバーカードの発行早めにということなんですけども、これはですね、結構前ぐらいのマイナポイントの動画ぐらいから結構僕、ちょくちょくお伝えをしてきまして、多分ですね、このマイナポイントに向けてたくさんマイナンバーカードを発行される方って増えてくるとは思うんですよね。なので僕は1ヶ月ぐらい ぐらいで届いたので良かったんですがもしかするとやっぱり込み合ってきて1ヶ月よりまだ先にかかっちゃうんじゃないかなっていう風にも少し予想はしておりますなのでもしまあ、この動画を見た段階でマイナポイントちょっと始めてみようかなって方がいらっしゃいましたら今のうちに申し込んでおくのがやっぱりいいのかなと思いますそしたらまあ、ギリギリまだ9月まで間に合えばね普通に5000円がもらえるので全然これはこれでお得なのかなと僕は思っておりますまあそんなこんなで今回はマイナンバーカードでマイナポイントを上限5000円分がもらえるというまあ 国のキャンンペーンですねこちらについててお伝えをさせていいたただきましたいやね、ほんとまだ実際に今予約の段階なので、どのスマホ決済、どのキャッシュレス決済を選んでいいのかってちょっと迷うとこではあるんですけども、それはちょっとまた改めて先ほどもお伝えしたように動画にしようかなというふうに思っております。まあ、なんとなくね、この動画であの、マイナポイントについての流れが分かっていただければ、それはそれで僕も嬉しいと思うので、ぜひですね、まあ、やり方自体は結構シンプルで簡単なので、 まだトライされてない方はですね、ぜひ一緒にトライしていただければなと思っております。今回お伝えしたですね、マイナーポイントについての公式のリンクも下の概要欄に貼っていますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。